こんにちは。一枚と専門店アロアートの中野です。本日は欅の一枚とですね。商品番号が K. E. Y. の五マル二。欅の五百二番です、はい。まずはサイズを測っていきます。長さですね。長さが。九百五十。九十五センチ。で、こちらの幅ですね。幅が61。六十一。六十一の。 真ん中あたりが六十三で一番端っこが六十七です。あと厚みですね。厚みがですね五十三センチあごめんなさい五点三センチですね。なので結構重厚感のある作品です。はい、でこれねちょっと見てもらうと分かるんですけどなんか形がこっちがしっかりピシッとなっててこっちはこう ううねねってなってるのが分かると思うんですけど実はですねこれパソコンデスク用に作ったものですパソコンデスクカウンター用ですね,ねこっちまっすぐでこっちはっ自然な耳が残ってる状態ちょっと実際に座ってみますとこんな感じです、はい、でここにパソコンを置いてもらってねちょっとパソコンを奥に動かせば何か書いてでもできるぐらいのサイズですなで本当1人掛けの パソコンディスクにいいかなと思ってます。あとはこのケヤキの特徴まあ、こっちが木の根元なんですけど。こうこの年輪ですよね。まず、ケヤキの特徴ってこの黒い線一本が冬夏冬夏冬,冬夏なんですけど、このね。やっぱ四季のある日本で育つからこそ、やっぱこういう木模様木目ですね。よく言う年輪がはっきりします。 まあこういうね節,節部分ここはですねあのちっちゃい枝があった部分ですねこれです枝ここに枝がピュッと生えてたところですそれもね天板に出ているのでまあ自然な感じはかなりしますなかなかね人工ではこういう模様を作ることができないので自然なテーブルですねで欅は本当にすごい硬い木なのであの書き物しても傷つきにくいです 一人掛けのパソコンディスクとかあとはカウンターとかにいいかなと思ってますのでこういう小ぶりなテーブルをお探しの方にはおすすめですのでぜひご検討ください。よろししくお願いします